はい、どうもご苦労様でございます。今日が予算の最終日でね、まあ6時半7時ぐらいで上がると思います。戦後3番目ですよ。早かったのは小渕内閣の平成11年12年で、調べてみてと私が三原自民党の国対委員長で、そういうことをやったのかなと思ってますけど、あれが3月17日なんだね。今日は3月20日ですから、まあちょっと早すぎるような気もしますけれども、それは私の個人的な感想です。で、まず参議院で今日修正案、組み替え修正案を出します。趣旨説明をして討論して採決してもらうということですけれども、おそらく予算委員会には言うのともいませんしね、単独になりますから否決ということになると思います。それから、まあ、NHK 予算がそろそろ議論になっておりますが、これはまあ会長の発言問題はそれともありましてね、いろんな意見があるものですから、部会でも議論しましてね、部会では割に否定的な意見が多かったんだけども、また別の議論もあるんで、来週の役員会までに一応の結論を出すように、することにしました。それから私どもの方の政調にある道州社会部会で視察をですね、考えておりまして、東京女子大と早稲田大学が連携している先端生命医科学研究教育施設ツインズを視察して、岡野所長より説明を受ける、細胞シートを量産するための自動培養装置の開発など、こういうことで視察をさせていただきます。それから最後に今日どっかの新聞が吠えておりました、例の参議院の解散の問題ね、私はもう前から言っているように、統一会派というのは10人になればいろんな議会活動が広がるんで、10人以上になることは熱望してるんです。熱望してるんですんですがね、優位の党とまずやるということについては慎重でなきゃいかん。これは政策協議が今までの経緯からありましてね、今政策協議中でありますしね、バタ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 やる気は全くないんです。むしろ大変私は慎重なんです。だから今日の報道はあれは間違いです。そういうことなんで、そこはご留意を賜りたい。それからまたその件で言っとくことがあるとしたら何かな、なんだ、それから政策協議についてはどこともやるということでございましてね、野党政調でそういう連携をしております。国際間で若干のいざかざがあるようですけれどもね、政調の方はそういうことはありませんので、これは連携して言うことは言いますよ。もう言ってなかったな、そうか、この間の役員会でいろんな議論が出ましたんで、この統一会派の件は参議院でしっかりと相談して結論出しますから、それはご了解くださいと言いました。言っておきました。特に異論がありませんでした。以上です。それではご質問を受けさせていただきます。ご質問の際は所属ともおっしゃってください。私の氏です。NHK 予算の件なんですが、今度は政調の役員会ではどのような意見が出たんでしょうか。まあね、今までね、あまり反対したことないんだね。それでその部会の反対の意見ではね、NHK の報道の姿勢がどうかっていうんだけど、これはね、いろんな意見があるんだよな。右だ、左だ、真ん中だね、上だ、下だ。だからその辺はね、よく各党もいろいろ検討してますから。ただ今回ややこしいのは、もみいっちゅう人のですよ、もみい会長の就任記者会見から今に至る一連の騒動がね、これが尾を引いてんで、答弁を見る限りは賛成できないっていうこともあるわね。そう、本体じゃなくて予算はともかくとしてこういうことなんで、そこのとこはどう割り切って考えたんですよね。部会は消極的な皆さんご承知の意見多かったんだけど、また別の観点の意見があるかどうか。すみません、政調会長としてはじゃあ現段階では NHK の皆さんがどういう、いや私は今隠してですね、参議院の野党からは反対すべきだという意見も
非公式に来てますけどね、反対しませんかって言う。だから私は考えるって言ってます。まだ経験に結論をね、出す必要ないと皆さんの意見聞いて、そうすると政調として決めた後役員会だから政調が決めるんですよ。火曜日の役員会までに政調の役員会がそれを和解すると、まああれ総務会まで測るのかな、総務会まで、手続きとしては総務会まで、だから総務会だね、はい、決定する権限、はい、そういうことです。他に、はい、NHK のですね、職員の例えば工具、ここで小さい工具ぶりであるとですね、待遇が、他のですね、工具に比べても高いのではないかとかですね、いろんなこと言われてますけども、その予算分配については疑問視しないということなんでしょうか。いや、それは前から議論があるんだよ。前から問題になってね。だからそれを今回どう考えるかね、会長発言もあるし、それは十分検討します。で、それで NHK 予算についてその賛否がですね、まあ部会では反対というふうになりましたけれども、これは政調の段階でひっくり返して賛成に回るというかになるとですね、これは従前から橋本代表が言っていたそのパスルケースの評価というのです、ね、またその否定することになりやしないかという、いや、それそんなことはないや。部会は参考意見なんだよ。ね、この間の原子力協定はあれはいろんな手続きで両院議員総会までやってあれしたんで、だからそれは大いに議論を尽くしますよ。予断を持ってないよ、私は。今から賛成でも反対でもないですよ、はっきり言います、ただその反対中意見がいろいろ届いてることはもう正直に言ってるんで、私そんなものを隠したりするような立場じゃないよ、だから正直にすぎてるの、予断を持ってない。だから皆さんの意見聞いてちゃんと判断する。いつもよりは違う。今までは共産党が賛成なんだから、調べてごらん。はい、すみません、フジテレビの早間と申します。ちょっと会派の問題で確認だけで恐縮なんですけど、先ほど、委員の党との会派については慎重だと言われましたけど、これはあくまでもその政策協議や、前もおっしゃってたように前提だっていう意味で、それをしっかりやらないといけないということで慎重だっていう、会派を一人以上増やしたいというのは私の熱望ですよ。それで会派活動、参議院の議会活動がぐわっと変わって展開するんで、これはあれだけれども、ユイの党とは前からのあれで政策協議やってるんですよ。それがバタバタできるわけがない。そんなことをしたら野合だなんとかという意見もあるし、慎重論もあるし、そこは丁寧にやらないと。で、逆なんですよ今朝の報道は。わかりますか。私はむしろ慎重論なんです。ただそこはみんなが納得いく形でいかないと。ただ会派を大きくしたいというのはね、これは政党と違うんですから、何度も言いますけれども、これはまたなかなかね、理解がいかないんだね。会派と政党どこか違って困ったね、だからそういうことなんですよ。だから私個人は、これ私個人ですよ、どこの党だっていいんですよ。1人か2人や3人か5人か増えるの。ただ有意の党の場合には経緯もあるし政策協議もあるから、逆に慎重でなきゃいかんの。私はそう言ってるんです。それが世間にいろいろね、逆に報じられてるから。で、会派の問題、小さい問題だという意見もあるよ。じゃあそういうことをどう判断するか、参議院に任せてもらわないと。参議院が当事者なんだ。それをこの前、役員会ではっきり言ったわけです。はい、最後お願いします。毎日新聞の阿部です。委員の党との政策協議なんですけれども、3月中の合意を目指すというようなお話もありましたが、今のところのスケジュール感、いやいや、3月中の大筋合意は目指します。大筋合意は持ち帰って委員の党なり日本維新の会で しっかり議論してもらって、みんなが認めるなら合意になるし、ここは直せとか別の意見が出るのは調整します。3月中は大筋合意なの。手続きは入れますからね、党としての政策合意というか政策協定というのはね。先日の役員会で委員の党の政策協議についてですね、中間報告をしてもらった方がいいんじゃないかという意見が出てたんですけど、だから中間報告せんでも大筋合意がまとまるんです。ぐそれを見て議論してもらう。納得しました役員会。
そんなこと中途半端しませんよ、はい、共同通信の渡辺です。あの統一会派の件ですけども、あの今後その、まあ急がない、慎重にやっていくというお話でしたが、唯一の党とはね、はい、他の党で来てくれる人これはもう入れるよ、うん、あのこの日程感的に今国会中の統一会派というのは実現性はどうでしょうか。いやだから唯一の党を考えているのは政策協議があるからね、ちょっとわからないかな、うん、それはこの国会で早い方がいいけれども、もう国会は回り出してるからね、今から予算委員会の割り振りを変えろとか議員の割り振りを変えろと一部できると思うけどね、これはあの今までの例も調べてみなきゃいかんけど、それは議員なんなくて相談しないと、うん、あの我が党だけのあれではなかなかその通りになるかとかね、各党の意見がいると思いますよ、私の今までの経験のあるから言うと。はい、どうぞ。朝日新聞です。統一会派の件で、あのちょっと確認なんですけど、あの州で例えば統一会派を組んでも野党で第一会派になれるというメリットはあると思うんですが、なんでその参院だけが焦点、参院の統一会派って話なんでしょう。それは私は統一会派で10人以上になりたいから。でも 州でやらなくて10人以上になれば会派として扱ってくれるんでしょう、ちゃんと。あの議員の運営上で何度も言うように、例えば代表質問が本会議でできるとか、議会運営委員会理事も出せる、委員も出せるとか。あの3でそういうメリットがあって、州でも第一会派になれるっていうメリットはあってですね。いやいや、それはね、会派っていうのは委員で違うんだから。だから衆議院は衆議院のメリットがあるでしょう、私はよく分からんけど、第一会派になるかもしれないね。いやいやと思う、一緒になれば、参議院はとにかく10人以上になるっていうことなの。10人以上が一つの会派の単位なのよ。いい悪いあるよ、こんなもの慣例だから。そう、政調会長という立場で言えば、州でも統一会派を組むべきだと考えてますか。いやいや、それは分からない、プラス マイナスが。統一会派で大きくなることは賛成だけど、どこの党とどういう統一会派を組むかで、しかもそれが例えば政界再編につながるなら、政策上のすり合わせが全員いるよ、特に衆議院の場合。でも今政策合意が政策協議されてる。いやだからそれがみんなが合意してまとまれば、それは大きい前進になるんだね。それがまとまれば州でも組めるじゃないですか。いや州でももちろん組めると思いますよ。ただそれは私は政調会長として意見言うけれども、それは衆議院のまさに議員運営の話なんだから、衆議院の運営の話なんだから、大部分がそれは国対を中心に議論してもらうと、官庁室で。私は今政調会長じゃないのよ、参議院の会長として言ってんだよ。参議院の会長として9人じゃ困ると、ちゃんとした会派になりたいというのが私の熱望ですよ。プラスもマイナスもあるって今おっしゃいましたけど、マイナス面、例えばどういう点ですか。まあ、何の、あの今の統一会派の話。いや、それは皆さんの全部かどうかじゃないけれども、批判をする可能性が非常にあるからね、みんなが拍手喝采だけいかないからね。でそれが党の合併になるのか、どういうことになるかわからない。どういう批判を受けるというのか分からない。いや、分からない。だから世の中何でも2つだけのことなんてないよ、うん、確認なんですけども、これは唯一の党とのですね、統一会派、なぜ唯一の党とは慎重にならされないんでしょうか。政策をやってるから今。その政策協議やってるの。政策協議がまとまればまた新しい展開あるよ、はい、政策協議やってるから。ただ政策協議とですね、統一会派の問題というのは別個の問題としてはいや、私はそう言ってる、ええ、ただ唯一の党との関係はそう皆さん見てないよ。と言いますと、ずっと政策協議やってるから政界再編につながるんじゃないかって皆さん考えてるから、だからそれは慎重なきゃいかんって言ってる。私が言うのは、立ち上がれが新党改革とやったような統一会派なんですよ。投票行動別々で、政策は別々でも参議院の活動のために組むってことなんですよ。だそれが政界再編や野党の合併につながるのは慎重でなきゃダメじゃない。お互いが議会活動でね、戦略的互恵関係か、そういうことだけならもうそれは軽く組んでいいんですよ。いっぱいそういう例はある、今まで。
私のね、議員の経験からしても。だ立ち上がるときは新党改革ともやり、自民党ともやり。そうでしょ。しかし、ユーノ党の場合は違うでしょ。政界再編につながる可能性が非常に強いんで、それなら政策協議も丁寧にやらないかんし、それからその後の手続きも会派もプロセスなんだから、そういうことを言ってるんで、だ慎重だけど、まとまればね、前進しますよ、ことが。うん、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。